小原典子さん、続いて山田康夫さん、増山英子さん、市川治さん、上田美幸さん、井上真紀夫さん、富山圭さん、浅上陽子さん、吉田里穂子さん、松島みのりさん、野沢雅子さん、富田康生さん、石丸博也さん、杉山和子さん、そして佐々木勲さんでございます。どうもありがとうございました。それではまず小原さんからお願いをいたします。どうぞ、どうぞこちらへ。ダナ、残されしまだ。今のは NHK のコナンですね、はい、なんか夢の世界と現実が ね、 ね突如虹移しという感じで出てまいりましたけど、小原さんはご存知でですね、七色の声をいろいろ使えるわけですが、今日はそのうちから、はい、ほんの3人のキャラクター、はい、ね、それを続けてやっていただきたいと思うんですが、はい、分かりました。あれ大変でしょう、こう声の演技力ですからね、これは声優さんというのは、うん、どうなんでしょうか。でもいろんなキャラクターやるってのは楽しいです。うん、それに比べて例えばこのスクリーン顔を出している俳優さんの中にはですね、はい、目つぶって聞くとひどいセリフの人ですね。じゃいいんですか、そんなことしちゃって。正直に言っていいんじゃないですか。全部がと言ってませんから。そういう人もいると、はい、はい、それでは目をつぶってお聞きください。目をつぶって。どうなんですか。じゃあお願いいたします。もうひどい。ぼやーきーとんずらん、ほんとにスカポンタンなんだから、もういやあああん、うん、私はサイボーグ戦士ベラミス、私は私の手で新しい世界を作り出したいのだ。私はミーネ、命をかけてハーロックを愛する女。うわー。小原さんね、あれだけの使い分けっていうのはすごい、この、まあ、どっかで練習もちろんお稽古なさるんでしょうが。いえ、はい、画面っていうんですか、はい、フィルムを見て、はい、そしてやっぱりあのキャラクターだったらこういう話し方かなって、そういう感じです。あは、はい、あの声の感じっていうのはご自分のあれがかなり要素が大きいわけですか。そうですね、持ってるものの中の高いとことか低いとことか、そこをあのキャラクターで使い分ける、その程度で、あの声色じゃないんです、皆さんね、そうおっしゃるんですけどね、声色使ってる気は全然ない。声色ってのはこう対象人物がいて、それを真似るのが声色であるわけですか、はいはい、これむしろ作り出す方ですから、そうです、決して声色じゃないわけですね。花さんできる今の。やってみますか。何が好き。決してうまくするなよ。じゃあドロンジョ加賀さんがどうぞ。本当ですか。ちょっとやってみよう。あなたの感じでね。ぼやっきー、トンズラ、本当にスカンポンタンなんだから。スカポンタンなんだから、もういやだからそれだけ大変だろよ、これは。でも声優さん大変ですよ。でも、もともと器用でらっしゃるんですか。さあどうなんでしょうか。ただ私前にね、参りましたけれども、はい、ブリジット・バルドとか、はい、ああいうこうどっちかというとセクシャルな役が多かったので、その他に男の子の部分が自分の中にどうもあるらしいって気がついたので、ハイジのペーターあたりからで、はい、その辺からこう両方がやるようになって、はい、そういう感じに芸域が広がってみたいです、ね、はい、どうもありがとうございました。失礼いたしました。